Let's go. 名曲やで。いいだ。お疲れ様です。お疲れ様です。男だけになりました。一番いいですよね。好き勝手やれる。バディーズ化計画のモブたち。モブたち。モブの。モブの集まり。モブの休日。モブの休日。エリナ様がいる。エリナ様がメインです、ね。はい。ここで。まあ、さあ今日は何しましょう。今日何しましょう。何しましょうっていうか、はい、いろいろ悩んだんですよ。はい。もう MV もだいぶ見てきちゃったしね。はい、はい。でクイズもこの前やったし。なるほど。なんかないかなと思ってたら、ちょうどね、うん、サッカーお好きじゃないですか。サッカーめっちゃ好きですよ。でめっちゃサッカー見るって聞いて、はい、サッカーなんか絡めるもんあったかなと思ったんですよ。ほう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 。桜と？桜と。うん。日向とかは結構サッカーの絡みとかあったりするんですけど、はいはいはい、サッカーあんまないよなと思ってて、うん、僕がまあ自分でチャンネルやってるんですけど、はい、1個だけやってたのがあったんですよ。お3月ぐらいにやってたんですけど、はい、サッカー絡めたやつ絡めたやつ、あの3期生ずっと今このバレツカ計画を追ってるじゃないですか、はい、うん、で3期生って11名いるんですよ。ほう、イレブンだ。確かに確かにね。そう、ぴったり11人いるんで、おお、11か。はいはいはい。サッカーやな。サッカーですね。なるほど。ということで、なるほど。フォーメーションをね、はい、考えるにはちょうどいい人数なんですよ。なるほど。スタメンをね。スタメンを。なるほど。で、僕、3月に1回作ってて、はい、でそれを、ちょっと改めて見てみたら今はこうじゃないなとか思ったりして、うん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 、でその時に合わせて刈谷さんだったらどう組むかなっていう。なるほど。まあそうですよね。そのサッカーそんなにお詳しくない先生が考えた桜のメンバーと、サッカー知ってるけど桜にそんなに詳しくない僕が考えたメンバーと。そうそうそう。なるほど。どんな感じになるのかなと思って、はい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 、ちょっと今日それをやってみようかな。いいじゃないですか。思ったわけで、うん、とりあえずまずね、3月に僕が組んだフォーメーションをここにも作ってあるので、はい、なるほど、見てもらおうかな。お願いします。こんな感じ。ほうなんですね。で、こっちがゴールキーパー、こっちゴールキーパー。もう、なるほど。はぁ、え、ちょっとこれ理由聞いてもいいもんですか。うん、あの、この当時は、うん、要するにドキュメンタリー終わり直後なんです。はい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 。だから司令塔に小島なんですよ。なるほど。要するになるほど、ダンスリーダーダンスリーダーの、うん、指揮してたんで。で、最年長をゴールキーパーにしたんですよ。まずここが先決まったんですよ、はい、なるほど。で、まあその初めてのセンター、3期センターの最初が谷口さんだったんで、うん、フォワードトップ。え、3期センター先ですって。そうです、そうです。あれ、石森さんは、あ、バーンはそうですけど、うん、ああ、そう、ちゃんとしたその MV ができた3期曲としては、なるほど、谷口さんの間違いない。で、ここで、あ、で、わりかし小柄なフォワードで。そうなんですよね。これはだから身体能力的に怪しいね。まあだから合わせるよりはドリブラーに近いのかな。そうですね、裏に抜けるタイプになりますもんね。そうですね。ってなったらもう一人ポストできる人がいた方がいいもんな。ということで村山さんが、いや、サイドポスト。サイドポスト。サイドポスト。珍しい。珍しい。いや、だから本当のこと言うと、うん、小さい人が前に来そうだったんで一人入れたんです。なるほどなるほど。高い子。はいはいはい。で、ここがね、うん、遅れてきた2人なんですよ。ああ、そうだね、右サイド。で、ここは繋がりがいいだろうと、ホットラインができるだろうと思って、なるほど、ここに置いてるんですよ。うんうんうん。で、こっちから組み立てができるように、なるほどなるほど、ちょっと意識をしつつ、あとは頭がいい小田倉さんをボランチに入れる。なるほど。ところ小田倉さん頭いいんだ。一番頭がいいですね、小田倉さん。そうなんだ。一番アホはどれですか。一番アホがこっちです。サイドポスト大事。一番動いてやらないといけないところだ。もうとにかくがむしゃらにやってもらおうと思って。なるほど。ただ身体能力が高いので、ダンス能力が高いので、ほうほうほう、まあまあ動けると信じたい。まあだからクリロナですよね。ポストできて、そうそうそう、運動神経って左サイド、そう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 、頭がいいかどうかはもう別にしてないと思いますね、はいはいはい。でセンターをちょっと高い人がいいなと思ってたんで、うん、あ、そうですね、センターバックはね、一、うん、人マトノさん入れたんです。うん。でもう一人ってなった時に、まあ年齢層高いお姉ちゃんを一人入れとこうと思って、中島さん、うん、中島さん
って感じですね。で両サイドがね背が低いんですよね、バックが。本当だ。え、山下ちゃん152しかないんですか。そうなんです。え、で、あの存在感すごいな。それはね、それですごいんですけど、すごい大きく見えるもん。そうそうそう。このボランチ、ここがね、向井さんボランチにしたのは、なんか自由に動いてくれるボランチになれないかなっていう、こう期待値高めの。何知ってんだよ。もうなんか伸び伸びとやってほしい。この子たちの何を知ってんだよ。伸び伸びとやってほしいタイプのボランチ。こっちがこう指揮してくれて、こっちは動きが自由にできるような感じ。だからこれが要はその3月時点。3月時点。今ちょっと変わった。今だいぶ変わったような気がする。え？だってまずこいつここじゃねえって。アホが発覚したから。やっぱそれよりはこっち上げた方がいいんじゃないかっていうね。しっくりくるなぁ。まあ、今左サイドって言ったら割としエースのね、そう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 、このサイドがエース、もう三笘ポジですよね。そうですね、こっちに久保くんがいて、三笘 が,、うん、がいてだとね。なのでここがもうこうなりますよね、うんうん、センターに的野村山の背の高いのを入れますよね、はいはい、これだからあれか、左利きとかも加味した方がいいのか。あ、左利きはね多分いないと。全部右、全員右だと。おえ、すげえ。それもあのドキュメントとか見ても左でスプーン持ってる子いなかった。いや見てんなじゃん。でこうこうかなと思ったんですよ ね, ね。でここはね、遠藤ちゃんをどこにするか。遠藤ちゃん ね3期生の赤ちゃん。そう、ホットライン考えるとこっち、難しいんだよな。ちょ待って、何してんの。何してる。おっさんの休日。おっさんの休日。おっさんが全く関係ないサッカーで。でもよ、え、企業的にこの人はここだなみたいなのない。あ、サッカー知らないもんな。サッカー知らないっすよ。そうだよな、確かに。まあこんな感じ。これもありなんですよね。おお、それはなぜ。中島さんが今もうほぼキャプテンシーを持ち始めてるので。そうなんだ。3期の中では。へえ。だから このフロ、ここが4人がもう今回の承認欲求の。あ、本当だ。選抜メンバーなんですよ。本当だ。こっちもありかな。あ、まあセンター経験者みたいな。そうで、そうなるとこれもありなんですよね。これ、それなぜ。小島さんがこっちの方がディフェンス力上がるかな。マジでさ、何言ってんの。バカな企画だよねこれ。なんで小島さんがこっちの方がディフェンス力上がるから。何それ。まあでもこれ浅はかな、ただのスポーツ好きなおじさんが朝倉坂が好きなだけってだけなんで。おもろすぎる。理由がね、あやふやなんです。確かに僕的にはね。これだから面白く見れてる方はめちゃくちゃ面白いと思いますけど、マジでわかんない人何言ってんの。秒で消すよ。いや面白いです。いや、コアな、もうコアなファンを狙ってやるしかない。こういう時はね、面白い。まあだからいろんな組み合わせが可能性があるからこそ悩むところではあるんですけどね、はいはい、なるほど。まあ今だと今だとこれかな。まあこっちの方が好きだけど。わかる、うん、こっちの方が落ち着きはいい感じがする。遠藤ちゃんがね、やっぱちょっとサイドっぽいんだよな。そうなんですよね、うん、なんか軸を組むよりは。そうですね、なんか回り込んでとかの方がいい、うん、だからあとはここのつながりがどっちがいいかなんですよ。縦のね。縦の、はいはいはい。だからレフティとか関係ないんで、そこら辺がこうなってるとどっちがいいかなと、うん、何やってんだ本当に。もんのっていうところが、まあ今僕の感じ。はいはい。これを踏まえて、僕がフォーメーション組めばいい。組んでもらえるんです。ちょっとあの3期生をもう一度おさらいして、うんうん、ちょっと調べてもいいですか。どうぞどうぞ調べてください。はい、OK です、はい。じゃあちょっと時間を空けましょう。はい、はい、じゃあそれではできました。できました。結構悩みました。結構悩みましたけど。ちゃんと悩んでくれたんだ。その考えてる時俺もマジで何してんだろう。今我に返る瞬間が、ね、今一体何をしてるんだって思いましたけど。一応できました。あ、できました、はい、じゃあちょっと一回見てみましょう、はい。でまあ、一応フォーメーションは、まあ、442 442、はいはいはい、僕が442好きなんで、はい、442ないし451ですね。451、はい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 、はい、で、組みました、はいはい、こちらでん、でん、うわー、わ、そうくるんだ。そうなんです、あ、ちょっと、すごっ。サイドバックですね。なるほどね。ディフェンス、キーパー、ダブルボランチのウイングの2トップで1人下がり。なるほど、はい、
のいや石森さんがトップっていうのは、はいはいはい、まずここからが一番気になるところかな。あこれはもう、うん、本当にそのドキュメントで終わりで一番最初センターになったイメージがあって、なるほど。でその時になんか、まあ、くじ引きでなって自信なかったけど、うんまあ、結局最高によく務めたじゃないですか、うん、っていうのでやっぱりやればできる。おで最年長だし、うん、ここぞという時に絶対点取ってくる決定力、うん、ですね。間違いなくは断言できます何を言ってんだこの人何の断言なんだこれ。この選手は点を取ってくる、うん、なるほど、はい、でこういう選手ベテラン選手っていうのはあ、まあ、最年長。確かにベテラン選手ってまあこの中年の差、はい、いくつしかないんだろうけどベテラン選手っていうのはそのトーナメントとかねそういうとこじゃなくアジア最終予選とかで勝ちたい時に点取ってくれる。リーグ戦でもこう使えていける、うん、そうですそうです。なるほどなるほど。あのミラクルゴールこそしないですけど、なるほど、ね、確実に点取る。で勝負どころのというよりは常に安定的なパフォーマンスを見せれる。そうです、なるほど。間違いなくなんだこれ間違いなくね。なるほどね、はい、で一つ下がって一つ下がって中島さん、はい、中島さんはね、うん、まあこの1個下でね、はいはいはい、これ本当は2トップなんですけど、うんうんうん、イメージとしては1トップのトップ下、はいはいはい、で僕が調べた限りだとあの田舎出身なんですよ。ああ福岡なんですね。大分かな。大分生まれ。大分生まれ福岡出身、はいはい、で田舎育ちでわりかしその田舎の環境に慣れてる。なるほど。ってことは野生の感めちゃくちゃ働くなって。石森さんがベテラン感ある枠内シュートを確実に放つので、はいはい、キーパー弾きます。なるほど。転がって2枚目、はい、もうそこに彼女がいます。なるほどね、はい、勘で寄せてられるわけですね。勘で寄せてられます。なるほど。なおかつ 162cm、はい、石森さんよりも身長が高いので、うんうんうん、もしこのサイドからねセンタリング上げた場合、うん、合わせることができる、はい、ターゲットとしてこっちが。すごい考えられてるけど何の意味もないめっちゃ考えてくれてるの嬉しいけど何の意味も生まないこの意味そんなことないですよ、ねーはい、なるほどね、うん、これだから、うんうん、このフォーメーション4-4にね、うん、組むにあたって4-4-2って何が大事ってやっぱりボランチなんですよ。あっていうことはキーはここ。ここです。もうここ中心に組みました。なるほど。ボランチ2人が遅れてきた2人。この2人です。なるほどね、はい。いやだからここがなんか光ってるなと思ったんですよ。そうなんです。で僕の推しメン、うんうん、村井ちゃん推しウーメンか推しウーメン、はい、推し村井ちゃんは、うん、僕の現役と同じポジションですここは、はい、小中高大サッカーしてましたけどここです。ずっとボランチなんですか。ずっとボランチです。マジですか、はい、でやっぱりね安定感ダンスも素晴らしいですし、後からリーサルウェポン的に出てきたけれどやっぱり中心に選抜にも入りますし、うん、でこれちょっとびっくりしますよ、はい、いいですか聞きましょう、はい、山下しずきちゃんね、はいはい、ボランチにしたりボランチにした、2005年1月22日生まれですね、はいはい、1月22日中田秀と同じ中田秀と同じ誕生日でございますもうボランチをするべくしてなるほど、はい、サッカー界に殴り込んできた。もう生まれた時からボランチ出身、はいはいはい、生まれた瞬間からサッカー選手になることが確定していたそれが山下しずきちゃん。なるほど。そして村井優ちゃん、うんね、2004年8月18日、はい、あのレジェンドアルゼンチン代表カンビアッソと同じ誕生日よく知ってますね。カンビアッソと同じ誕生日そうなんだ、はい、ボランチもうこの2人がいれば間違いない。あもう誕生日からしてボランチになるべくして、はい、生まれてきてるわけですね。彼女たちはもうあのサッカー選手ですアイドルではないです。彼女たちはもうサッカー選手になるために生まれてきました。なるほどなるほど、はい、キレがいいですからね。そうきますか。でねやっぱね4-4-2さっき言ったんですけど、はいはい、やっぱ今の時代ちょっとサイドにエース置きがち、うん、置きがちっていうのでこの2人なんですけど、はいはいはい、まあ谷口ありちゃんねまあまあ言わずもがなのエースですね。エース、はい、で向井糸葉ちゃんは最年少、うんここね、これ期待も込めてる。なるほど。若手を起用するスタイル、はい、ゆくゆくはあ背負ってもらおうみたいな。背負ってもらおう。チームを牽引してもらおうみたいな、はい、そういうことです。なるほど。谷口愛理ちゃんなんてもう前行けるし中切り込めるし、うん、自分でシュート打てるし、うん、いや知らんけどそうですか
カーやってんの俺見たことないんだけどな。そんなに切れ味あったんだ。でやっぱそのエースだからね、三笘選手と同じようにこっち行くか、それとも久保選手と同じように右、みたいなですよね。ちょっと迷ったんですけど、なんか谷口愛理ちゃん4月12日生まれ、酒井宏樹選手と同じ誕生日。じゃあこっちですね。右なんです。宏樹はこっちですね。宏樹は右ですから。宏樹は右ですね。はい、はい、そういうことです。これ分かるやついんのかな。やばいぞ、マジで分からん。ヒロキは右はやばいぞ。おじさんたちがやいやい言ってると思って。ああ面白い。でこっちね、左サイド三笘選手を見て分かったら分かるんですけど、はいはいはい、やっぱりドリブル仕掛けに行かないといけない。そうですよね、うん、仕掛けるってことは勇気ないといけない。で度胸ね、度胸、最年少でしょ、うん、で噂によるといろんなコンテストに出場、うんうん、その度胸たるやですよ。たるやです。勝負仕掛けられるんですよ。仕掛けれる、はい、この子ならいける。そういうことです。なるほど。でここで取られた場合、うん、はい、すぐ村井優太寄せますよね、はい、寄せますよね、はい、寄せますよね、はい、で小田倉ちゃんも一緒にいます。はい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 、すぐ行ってバックカバーでこう、はい、寄って入ってくるんですね。そういうことです。なるほどなるほど、はい。でこの小田倉ちゃんをね、なぜサイドバックに置いたか、はいはい、まあ、もちろんカバー力ある、うんうん、でここ意外とね、ロングパスサイドチェンジ飛んでくるんで、あ、はいはいはい、なぜかね、左サイドから攻めて右に振るっていう展開が多くて、うんうん、そこヘディングで弾けると。なるほど、まあ、長友とか身長低かったんですけど、うんうんうん、上手いのはあの選手は競らずに後ろで構えるっていう上手さがあって、でも、うん、小田倉ちゃんは競れます。あ、はい、勝負できる。勝負できる。なるほど。きっちり攻めます。でびっくりしますよ、7月25日生まれ、はい、コマノと同じ。マジですか、はい、間違いないですね、はいはい、なのですいません、あの小田倉ちゃんに PK は蹴らせません。PK はすいません。あ、南アフリカの悪夢が。小田倉ちゃんに PK は蹴らせません。何言ってんだ。すいません、ごめんなさい。わかんねえ。いやいやいや、お前コマノにキーパーあの PK 蹴らしちゃダメよ。ダメだ。そうだ、ダメ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 、もう蹴れません。蹴れないね、はい、で遠藤ちゃんここね、はいはいはい、はい、やっぱエースの下、うん、赤ちゃんエースの下、赤ちゃん、うん、これ、びっくりしますよ、はい、まだあるんですか、はい、まだびっくりさせますね、エントリコちゃん、1月9日の、はいはい、1月9日、はい、岸辺一徳と同じ誕生日。知らん。それは知らん。岸辺一徳、一徳は知ってるけど、岸辺一徳といえば、ザ・タイガース。ザ・タイガースには誰がいましたか。沢田研二ですよ。沢田研二を支えてたのが遠藤理子ちゃん。違う違う違う、このチームの沢田研二誰ですか。谷口愛理ちゃんなんですよ。それをサポートするのが遠藤理子ちゃん。歴史がそうさせてる。なるほどね、はい、1月9日生まれはエースを支える立場だ。もう間違いない。なるほど。キーパー、はいはい、キーパーなぜ。これ意外だったの。意外ですか。意外でした。小島渚さん、うん、なんで小島さんそこなんだ。まあだから小島渚さんといえば、うん、ドキュメンタリーでダンスリーダー、ダンスリーダー、はい、うん、ムードメーカー、はいはいはい、やっぱキーパーっていうのはね、まあ、技術も大事なんですけど、うん、やっぱ声出さないといけないんですよ。なるほど。そうそうか、そうか、コーチングしないといけないんですよ。なあ、みんなこっち行けとか、はいはいはい、指示を出すね。そう、声一番出すプラステンション上げていけみたいな、声出していけって声出すのもキーパーの役目。確かに。そうなんですよ。なるほどね。で調べたところによりますと、なんと小島渚さん、ドッジボールは好きです。ボールキャッチできます。なるほど、はい、彼女はキーパーになるべくして生まれてきました。もう全員がサッカーをするべくして生まれてきたぐらいの。あ、全員サッカー選手です。完全に完全に完全にサッカー選手。なるほどね。でセンターバック2人はね、そうそう、まあ、これはね正直決めて、まあ身長、あ、やっぱり、はい、あ、まあ、一番背が高い2人ここですよね。そうですね、そうですね、身長、はい、身長大きいっていうのと、まあ、村山さん、アホっていうのありましたけど、アホです。運動神経いいですよね。運動神経はいいです。運動神経いい、ね、ダンス力が高い。やっぱセンターバック運動神経、はいはいはい、いい方がいい、はいはいはい、で、マットノさんは、うん、ちょっとその斜め上の視点持ってる。そうですね、ちょっと変わってるというか ね視点がね、奇才肌というか、うん、奇才肌だからちょっとね、トゥーリオ的な、おお、前にも行けるセンターバック。なるほど。要するに、まあ、全体が下がってる時にね、はい、くさび型でまっすぐバッと上がったりとか。でそのために小田倉ちゃんもいるし、ここの安定した2人がいるんですよ。なるほど、守れるんで、ここを追い抜いて、はい、彼女が突っ切ることもできる。いけるんで。なるほど、下がれる。これ逆はどうなんですか。逆はどうですかね。でも僕的にはやっぱこっちはしっかり守ってほしい、うん、あ、こっちが攻め方、左は攻め方がいいかな。そうなってきた時にこことの連携としてはあり、
全然あれです。ああ、あり。全然あれだし、この向井糸葉ちゃんとね、うんうん、この松野ちゃん、最年少じゃないですか。はいはい。今の世代はこれでいいんですよ。次の世代に担うのはここなんで、そうかそうか、ここを育ててほしいんですよ。なるほどね。ここがもう連携して育っていってほしいと、はいはい、でこの子がゆくゆくここを来たり、この子が一歩上がったり、チームの中心。夢あるね。そうなんですよ。未来まで見越したフォーメーション、はい、はい、パリ目指します来年これでパリはこれでいきます。これでいく、これでいきますから。これ何の話してんだっけ俺日本代表、日本代表、女子日本代表よりも真剣に考えられた方が本当に何の話本当に。これ池田監督見ててください、ね、これで世界取りますよ、なでしこ負けたの。そう、これですよ。なるほどね。この2人がね、もう大事。そうですね、はい、ここがいかに機能するかが、はい、このチームの肝ですね。中田とカンビアスとかねどれだけ頑張れるか。いや、まさかのこの誕生日がその被るっていう奇跡あるそんなこと。確かに、まあ、カンビアスを知らないとは思うけど、うん、でも中田はわかるでしょ。ちょっとマジで何言ってるかわからないですね。おっと、待って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 、中田ヒデ知らないの。ヒデを知らない。だとしたらお前知らないことに胸張る知らないこと恥じろ。いや、日本人として中田ヒデを知らないわ、お前。今の総理大臣知らないよりも恥じろ。あとお前、岸辺言っとく、知ってるか。岸辺四郎のお兄ちゃん俳優の字でか。多分岸辺四郎も知らんかもしれない。え、マジで。岸辺四郎も岸辺徳も名俳優よ。お前ちょあれよ、佐護城の四郎なんて、佐護城とお前ザ・タイガースのベースザ・タイガースを知らないんだよタイガースは阪神の知らないよ。皆さん分かりますか皆さん大丈夫大丈夫、俺の視聴者半分以上四十超えていくから、うん、あなるほど。シュベルトとザタイガースねって言ってるから。これキヨ、なんか質問ないですか。あったら言ってください。いや、もう言えないですよ、分かんないんで本当に。ちなみにさ、そのこう桜坂のファンとして見た時になんか気になるとことかない。むずこの、このペアじゃなくてこうじゃねえとか。例えばね、こういうのもあるんだよ。はい、はい、あるんですよ。まあね、こういう考え方もできなきゃ、ね、戦術としてはね、戦術として、うん、なんかこっちの方が新芽合うんじゃねえみたいな、うん、いう見え方もなくはない、うん、でも一番そこをね、そうそう、ちょっとね、荷が重いんです。荷が重いね。今の日本の課題と一緒で、うん、こうセンターバックが若い、うん、やっぱオリンピック世代もここにオーバーエイジ入れがちですね。そう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 、やっぱりここでね、うん、こういう安定感のある人を下に入れときたいっていうのはね、そうそう、若い、うん、やっぱそうじゃん飲み込んだよ今、何言ってんねんよ、飲み込むなよお前、綺麗に今飲み込んだよ。もうごっくんって声したよ今いや、これでもベストメンバーだけどな。ちょっとこれよりいいフォーメーションがあったらぜひコメントで教えてください、うん、まあ僕がね、うん、言うてそこまで桜坂詳しくはないからね、はい、詳しくないので、そうそう、あれですけど。でもね、正直言わせてもらうわ、これだけ組めただけで上出来ファンとしてはここまでしっかり考えて組めたのだけでも何やってんねんだからいや、これ得点力高そう。ここのミドルシュートもえぐいからね。そうね、ここえぐいよ。だからあれですよね、なんかこう、なんだろう、セットプレーがどうなるかですね、これ ね、 そうね、このチーム。確かに、なんかこうパスでのこうオフロード的な攻撃ができそうですけど、うん、まあでもここでしょうね、キッカーはね、やっぱそうですよね。あと合わせるのがどこまでできるのかっていう、まあうね、ここだから、ここが上がってきてコーダーの時だけ上がるっていう感じになりますもんね。だから、まあ、キャプテンは僕は小島さんなんですよ、うん、おやっぱり。なるほど、キーパーキャプテンしてほしい。なるほどね、うん、キヨどう思う。はいもうお前諦めて、もうついていけないっすよお前サッカー日本代表応援する権利ないよあ、はい認めちゃった認めちゃったどうしよう。
いやでも楽しいわ。楽しいよね。めちゃめちゃ楽しい。だからこれね、僕のチャンネルでこれやった時にも1期生、2期生でもやってくださいと。まあ、これ結構や、結構言われたんですけど、1期生、2期生だと11人長女じゃないんで、確かに控えが出ちゃうんですよ。まあでもそれはそれで、そのこういう場面でこの人を入れてみたいな。まあまあだからそのね、スーパーサブみたいなね、糸順みたいなのが入れたりとかね、あってもいいんでしょうけど。俺も小池さん来るもんな、どっちか。ああ、そうね。ミニちゃん、はい、ボランチね。うん。そうだよね。ミニちゃん、ほのちゃんかな。ああ、いいですね。そうね、フォワードは、まあ、ルンちゃんもありだけど、逆にルンちゃん下げての、ここに小林とかね。ああ。ユイポンとかも面白いけどね。ハブちゃんセンターバック間違いないし、ね。ハブちゃんね。確かに。ハブちゃんキーパーでもいいね。ここでもありだけど。うん、でもなんかこっちの方がなんか期待値が出そう。確かに。でもアイリちゃんここやな。うん。確かに。うん。だからその時だけこの2人がここ行ってもいいな。あ、外にね開いてね。はい、あ、サイドバックからのね。次世代担う。あ、いいですね。夢は膨らむばかり。いや、これは次のワールドカップが楽しみ。マジで。去年あったっちゅうワールドカップ3年後もう絶対メンバー変わっとるわ俺遠藤じゃなくて村井ちゃんって言いそうになるわ渡るじゃなくて渡るじゃなくていやーこんなくだらない動画何人が見てくれてるのか非常に不安ではありますが誰にも寄り添ってないですもんね本当にただ僕らが楽しむだけすいませんということで、はい、サッカーの話でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。